きます。カー君、クック、世界が大変なことになってるから、確かにみんなのことは心配だけど、なんかググ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 グバレちゃった。そうなんだよね。どうも僕にはシェゾやルルーが助けを求めてるところが想像つかなくて、逆に僕に心配されてるなんて知ったら、そんなに弱くないってツンツンされそう。グググググそうそう、そういうめんどくさいところがあるよね。あの変態と、あの変態とは誰のことだ、アルル。あ、シェゾ、また変態呼ばわりされて出てきたの。地獄耳すぎない？違う、俺はお前にしようとしていただけだ。あー、一応突っ込んであげるよ、変態。グググ。あ、しまった。お前に質問しようとしていただけというつもりか。うんうん、分かってる分かってる。君が熱くなるとびっくりな言い間違いすることなんて、慣れきっちゃって逆に安心するよ。うるさい。俺はこの癖を直そうと。え、直そうとしてるの？当たり前だ。俺は絶対にこの癖を克服し、お前をいただく。シェゾさん。グググ。あ、またしても。お前に目に物見せた後の勝利をいただくというつもりが。いや、むしろ感心するよね。どんなミラクルでそこまでの言い間違いになるのかな。ある意味才能だと思うよ。ググ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 グシェゾ。ああ、ルー、ルー。なんだかすごい怒ってる。今からお前を奪う。あ、言いたいことなんとなくわかるかも。僕からぷよぷよ勝負で勝利を奪うかな。グググググその通りだ。いや、そんなことはさておき、行くぞ。オッケー、ぷよぷよで勝負だ。
あのことで調子を崩していなければ結果は違ったはず。あのこと？あ、そうだシェゾー、さっき僕に質問したいことがあるって言ってなかった？まあそうだった。それでお前を探していたんだ。実はもう来たのか。この声は。グググググ。まさか君なの？お前が欲しい。おーパパパ。シェドさん、こんなところにいたんですのね。ビッチ、いかにも可愛くて強く頭もいいウィッチさんですわ。おいっす。ええ、どうしたの？見てろアルデ、すぐにわかる。シェゾさん、あなたが欲しいですわ。いえ、え、おお、観念なさってくださいまし。シェゾー、なんていうか見せつけてくれなくても。誤解だ。リッチのやつはどこかおかしい。ああそうですわね。自分でもなんでこんなに焦っているのかわかりませんが、シェゾさん、あなたとの終わりなきぷよ勝負で楽しい勝利が欲しいですわ。ウィッチってそんなこと言う？そこだ。先ほどからずっとウィッチに追いかけられている。何かしらの力に影響されているのだと予想しているが、アルル、
常にトラブルの渦中にいるお前なら何か知っているだろう。そう相談したかったんだ。なんだよその言い方。でも確かにこのウィッチはおかしいね。リンゴたちが言ってた危険なことってこれかな。グググググ。やはり何か知っているんだな、アルル。僕も詳しいことは。何をのんびりおしゃべりしているんですの。来てくれないなら行きますわよ。アルル、ここは食い止める。その間に考えをまとめておけ。え？さあ楽しい楽しい。ぷよぷよでテトリスで勝負。行くぜ。ラッカー。メディオ。カー。行くぜ。あったな。痛いっす。落ち着いたか、ウィッチ。ウィッチ、大丈夫？あら？あらあらあら。なんでしょう。不思議とモヤモヤが晴れたような。ふん、正気を取り戻したようだな。とある女の子と会ってからとにかくずっと勝負しなきゃ勝負しなきゃってそればっかりが頭にあって。ずっと
ずっと勝負しなきゃって、グググぐ、思った以上に危ないかも。グググググぐ。おい、バルル、やっぱりお前が関わっていたんだな。関わるっていうか、今回も巻き込まれたっていうか。説明しろ。アルルさん、何かあったのですか？そんな時には、ウィッチさん特製、心が落ち着くお薬は。それはこうなる前に自分に使って欲しかったが。まあ、何なんですの？二人とも落ち着いて、今から説明するからさ。グググググ。なるほどな。謎の少女と混ざった世界か。事件の元凶らしきその少女、俺に覚えがある。え？グググ。少し前のことだ。見覚えのない少女が突然現れて、笑いながらぷよぷよ勝負を仕掛けてきた。それでどうなったの？かなりの実力があったが、俺が勝ち、気がついたら少女は消えていた。おお、さすがシェゾ、闇の魔導士を名乗るだけのことはあるね。グググ。ふん、当然だと言いたいところだが、多分あの時は手を抜かれていたな。ただ俺の力を知るために勝負をしている様子だった。そうなんだ。あ、そのお話、ウィッチさんにも似たようなことが起こりましたわ。ウィッチも？グフ？僕ちょっと事態を甘く見てたかも。その子がもしみんなに無理やり勝負をするように仕向けてるんだとしたら、ちょっと許せないな。グググ。当然、心優しい私もさすがに怒ってますわよ。くだらん。シェゾと言いたいところだが、俺の静かな生活をそんな形で脅かす存在は見過ごしておけんな。追いかけるなら俺も言ってやろう。素直じゃないんだから。グググググ。あら、そこにいるのはシェゾとウィッチと、あ、ルル。あら、この格闘女王ルル様の永遠のライバルアルルもいるのね。あのね、ルル、実は。それじゃあ挨拶代わりにぷよぷよ勝負といくわよ。え、嘘でしょルル、君もなの？ん？何のことだかわからないけれど、逃げようとしても無駄よ。ルル、とにもかくにも勝負ですわ。
テトリスかしら。なんてことを。
次はこうはいかないわよ。覚えてらっしゃい、アレル。ルル、ねえ、気分はどう？まだモヤモヤしてる？どこか悪いところは？は？何よ、君が悪いわね。このルルー様はいつだって絶好調よ。何も問題ないわ。え？じゃあさっきの勝負は無理やりやらされたんじゃなく？したかったからしたのよ。まあなぜかいつも通りじゃなく、四角いのも混ざっていたけれども、あれは何だったのかしら。アルル、ご存知？よかった。ちょっとシェゾ、どうしたのよこのアルル。ああ、それは。なるほど、その女の子については私も覚えがあるわ。シェゾの話と大体一緒。あれは誰だったのか少し気になっていたけれど、まさかそんないけない子だったなんて。このルルーとサタン様が許さなくってよ。そうだ、サタン。グググな、何よ突然大声出して。こんな事件サタンが知らないはずないよね。サタンは今どこにいるんだろう。探してみよう。ドッドドーン。サタン様を探しに？それなら私も特別に協力して差し上げるわ。サタンが絡めば当然お前も来るに決まってる。知っていたから恩着せがましく言うな。さあとっとと行くわよ。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.